もうね、過去一レベル高かったと僕は思ってます。あまりにもこう経験ないと思うんですよね。すごいグリーンのところで、まあうまく攻略したグループがまあ勝つのかなと。まあかなり昔になりますが、はい、ヒカキンさん、まあ過去にハモネプにボイパリーグにご出演いただいたということで、はい、その時のちょっと改めてご感想というか、当時どうでしたか？いや、21くらいの時だったと思うんですけど、そんなたくさんの人がいる前で、それも綺麗なスタジオで、ボイパビートボックスしたことほとんどなかったので、もう記憶飛ぶくらい緊張しちゃってて、覚えてないんですよね、ほとんどステージに立ったことが緊張しすぎて。でその頃と比べると、やっぱり今日の環境ってこうお客さんがバーっているわけではないんですけど、それとはまた違った緊張がいろんなグループから伝わってきて、なんか僕も当時のあの緊張を少し思い出しましたね。さっき打ち合わせの時に、はい、こういうセット、ステージや、ね、観覧のお客さんがいなくて、はい、こっちの方がヒカキンさんだったら緊張しないはずなのになっておっしゃってたんですが、はい、実際このプレーを見てどうですか？はい、まあ、僕だったらしない気はするんですけど、グループでもしかしたらなんていうんですかね、あまりにもこう経験ないと思うんですよね。すごいグリーンのところで撮るっていうのが、だから逆にそこでいつも以上に緊張してしまうグループもいたのかなっていうところで、この横のこのアクリルもあるんで、そんな中こう、まあ、出音でちゃんとみんなでこういつものグルーヴを出せるかっていうのは、やってみたら多分相当難しいんだろうなって思うんで、そこもまあうまく攻略したグループがまあ勝つのかなと思います。当時ヒカキンさんはお一人でプレーでした、ね、はい、今日見ていただいて、まあ、5人ないし6人っていう、なんとなくこう仲間で歌ってるっていう、はい、そういう青春感みたいなのは見ていただいてました、ね、いや、そうですね、やっぱりみんなで出れるのは楽しいだろうなと思う傍ら、もし俺ミスったらって多分僕だったら思うタイプなんで、そこはなんかこうなんていうんですかね、練習の成果とか、どれだけいや、どんだけ緊張しても大丈夫だろうっていう、その、まあ、ずぶとい心というか、まあ僕だったらちょっとミスるかなと思いますね。